はい、今日もあなたと百姓天国、本日は3月20日20日ですね。はい、ということでね、塩菜の水つけたものをね、今からクビハウス持ってきますね。よいしょ、今日はもう種まきですね。バンバン種まき、何があろうと種まきでございますね。はい、これはね、夏野菜ですので、夏のね、奥の方のハウスにね、持ってきますね。もう手前のね、春野菜はもう残り少なくてなってきましたよね。あとキャベツを 1回2回、3月の終わりに1回で、4月入って1回ぐらい巻いたら、ほぼ春はもう終わりですね。はい、もう春野菜、ほら今右側ね、もうこんだけです。今週水木にね、この辺のこれキャベツ、白菜、最後ですね、ブロッコリー、でもうちょっとだけこんだけありますけどもね。はい、これがあの赤軸ソレイユとかいうね。はい、もうちょっとでございます。もうちょっとですね。はい、もう春がほぼ終わりですね。大根あと1回、人参あと1回巻いて終わりですね。はい、こっちの奥、暑い夏野菜は暑い。はい、こんな感じでね、よいしょよいしょ。こちらがね、こうやってあの何十人もね、保温しておいて、発芽してきたらこちら右側にこうやってね、移し替えるというようなね、感じですね。はい、こんな感じで、きゅうり、ズッキーニ、3番手、4番手と。今日はちょっと暑いからちょっとへにゃっとしてるけどね。できるだけ日中はね、水やらない方がいいですね。朝と夕方だけやってね。今日はちょっと暑いな。もうちょっと開けときますか。はい、こんな感じで。はい、暑い。ちょっとトウモロコシがね、良くないんですけど、この辺が3番手、4番手ぐらいの、ズッキーニですね。はい、我が農園はずっとね、一斉収穫ではありませんのでね、ダラ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 とこうやって、出し続けなくてはいけないですから。はい、よいしょよいしょ。この辺どうだ。お、もういいかな。これはわさび菜ですね。わさび菜、はい、出てきてましたね。これがなんだっけ。あ、昨日キャベツね、キャベツのあれですね。これがね、赤軸ソレイユってやつですね。わかりますかね。出てきてますね。これ初めて作ったやつですね。どんな感じなのか。まあ雑草ですけどもね。ちょっと楽しみですね。やっぱり初めてね、作る野菜はやっぱり楽しみですよね。もう白菜、パンパンですね。これ植えんといかんですね。はい、今週ちょっとね、雨が多いみたいなんでね、水木と研修生来るんでね、その時に、まあ雨が降ろうが何しようがね、別に植えるのは土砂降りでもまあできんことないので、うん、別に裸で植えろって言ってるわけじゃないんでね今時そんなことしたら本当にね、えらいことになるわね。うん、さあ、そういうことで次はね、空心菜、塩菜が終わりまして、つるなですね。つるなの種まき、皆さんつるなご存知ですかね。つるないいですよ。雑草です。つるなって何ですか。雑草ですね。どれだっけ、これかね。今からこのつるなね、当然あの空心菜とかつるな1週間ね、水につけて、巻いております。よいしょ。はい、これはもうペーパーポット使わずに、もうトレーに筋巻きでございますね。そんな難しくありませんね。まあ雑草ですからね、そんなペーパーポットを使うまでもないっていうのがね、もったいないじゃないですかね。ペーパーポットもね、1枚今もう昔100円、今150円ですよ。まあ何でも金も高いわけでございましてね。もう経費はやっぱりね、大規模栽培でしたらまあしょうがないんですけど、やっぱり僕のようなもう小規模になってくるとね、ちょっと経費考えないといけないですよね。うん、マルチももう本当に爆上がりしてますから、昔のようにね、気にせずマルチなんかボンボン、ホームセンター買い付けに行くたんびにね、3本5本と買っておいてね、常にストックを持っていたわけですけど、今足らない、明日ね、植え付けでマルチ貼っとかないとと思った時に、足らない時に買いに行って、やっぱりもう1本2本単位で買ってますよ、なんかね、ビビりながら情けないですけど本当にね。もう分解マルチはね、1本1万ですよ。1万、どういうこと。もう手が出せないね、おいそれとね。えらいことでございます。はい、つるな、
釣り菜の種って皆さん見たことあります？ねえ、釣り菜僕毎年ね作ってるので、収穫風景もね動画何本も上がってると思いますけども、よかったらね皆さん参考に。葉物がねどうしても夏場になってくると、もう例えば7月がなってくるとね、小松菜とかね、ほうれん草とか水菜ってなかなか厳しくなってくるじゃないですか。そういう夏場になってきてね、7月8月の葉物ということでねピックアップしてね、まあ正直8月の真ん中あたりね、お盆の頃になってくると、やっぱりどんな葉物もね、まあモロヘイヤとか別ですけど、やっぱり厳しくなってくるのは間違いないんですけど、このツルナなんかはね8月末ぐらいまでは出せます。はい、そんなに暑さとか、これです、はい、わかりますね、これ一粒こんなでかいですよこれね、ね、はい。でどうやって巻くのって言いますと、こうやって一粒一粒はでかいのでね、ちょっとこうどういうんですか、筋巻きというこうなんかこの幅を利用してね、ちょっと穴を深く掘ってあげてっていうかね、はい、こんな感じで巻いていきますよ。ね、ちょいとちょいと工夫が必要だっていうことなんですけど、明日って休みなんですか？3月21日って春分の日？いや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 、明日も休みなの？世間は。そうなんですか？どういうことですか？我々は農繁期でそれどころじゃないんですけどという、おそらく農業研修行って二十数年30年近く毎年同じようなことを言ってるわけですはい、ということでこのね種をまいていきます。別に難しくは何にもないですね。こうやってねズボンズボンとまいていきますよと。でこのまま発芽してきてね、ちょっとまあ双葉4葉ぐらいになったら直接も畑に植えちゃいますね。全然問題ないです。何度も言いますが雑草ですからもともとはね。なので作るのも難しくないです。自生してますからね、結局雑草っていうぐらいに。海辺とか普通にね食べたことないですかね。だから本当言うとね、こういうのは何ていうんですか、作っといてそこはもうなんか適当にこう耕しといてね、そうすればまた翌年出てきたりしますね。シソなんかそうじゃないですかね。わざわざそんなね栽培するほどのことでもないみたいな感じであるわけですけど、コオロギ食べるとかっていう話だったら雑草食いいじゃないですかね。まああれはまあ目的はねタンパク源なのかよくわからないであれですけど、ま、だってスベリヒユ美味しいですよね。スベリヒユ皆さん雑草おひたしにしてみてごらんなさいよね。めちゃくちゃうまいですよね。うん、だからまあそういう意味ではね、まだ日本はね植えるってことは多分ないと思いますよ。雑草だって育てればいいっていうかね、雑草を畑に育てればいいわけですが、スベリヒユとかこういうまあこのツルナもそうですけど、こんなの永遠にこうほかったらしにしておけばいくらでも出てきますよね。うん、だからわざわざ栽培すらする必要ないから、逆に言うとね植えることってないんじゃないですか。あとまあ米と味噌がありゃいいわけでしょ。まあ味噌は大豆ですけど、だからまあ今更ながらねこう僕らの持ってる技術でね自給できないわけない。ただ問題はね、だからといってね百姓になったから安泰だってそんなことはないんですよ。何がネックって分かりますね。それは 3.1 日の時に皆さんそうだったと思うんです。ガソリンですよ、燃料ですね。結局あの時にね、結局ガソリンスタンドみんなもう1キロ2キロ並んだわけでしょ。私もそうでしたけど、あの時に結局ほら燃料がなければ農業もできないんですよ。
ね、なのでトラクター動かないですからね、軽油がなければ。だからそういう意味での燃料の自給ができるかどうかなんですよね。だから例えば自分で菜種油とかを育ててですよ、菜種栽培して、その菜種ね、でトラクターで天ぷら油で動きますからね、それをなんかやってる人いますけど、異物がなくなるまでね、何層かにわたって越していけばできないことはないですよ、異物があるとトラクターの、エンジン壊れちゃうのでダメなんですけど、まあやれない、それ実際やってる人、日本にはこういうオーガニック系の人でね、やってる人何人かいますよ。でそれ調べれば出てくると思いますけど、まあ費用対効果でね、とても私はやる気にはなりませんがね、いざという時はね、そういうふうに何かかんかやる知恵はないことはないですけどね。ただまあ本当に有事の際にそれがね、どれだけ効果を発揮するのかっていうのはね、だからそういう意味では、まあ正直申し上げて、私たちのようなね、田舎の農家が一番そういう自給的なところには近いんですけど、その私たちが無理っていうことは 100% 無理ですからね。田舎ではね、土木建築関係、建設関係の人たちはプロフェッショナルはいっぱいいるわけじゃないですか。家建てれる人もいればね、でこういう人たちがね、技術を持って集まればね、電気を自分たちで作ったりね、例えば小水力発電だとかね、なんとかで電気作ったり、それぐらいは多分ね、山や川やそういう自然があれば利用しながらね、例えばこの太陽光もそうですけど、もう少しね、太陽光もやりようはあるわけですよね。まあその辺はちょっとね、趣旨が違うので、今のね太陽光とは、でも本当に自分たちで電気を使うっていうことであるならば、やりようはあると僕は思うんですよね。あの辺は結局ほら、もう業者とのそのなんていうか、別のなんか建てること自体が目的になっちゃってるから、それをねどうのこうのとかっていうのはちょっとね、趣旨がもう変わってきてるんだろうと思うのでね、あれなんだと思うんですけど、そういう意味ではね、結局まあエネルギー問題っていうのはね、大きくて、結局ね、皆さん 3.11 の時に某電力会社に対していろんなデモとかおやりになられた人たちは、今皆さんどうなんですか、どのように考えていらっしゃいますか、自分で電力作ってますかね。自分で電力を作ればいいだけの話だと僕は思うんですけど、結局そういうものがね、民間で、ね、もう電力会社に電力を任せるのはやめましょう、自分たちで電力を作りましょうと言って、そういうふうな会社だとか、なんとかそういう呼びかけをが普及することってやっぱないですよね、この国ではね。そこら辺がね、いやいや、デモをする時間があったら自分たちで電力作りましょうよってね、僕らなんかはそう思うわけですけど、でしたらね、そういうものにみんなでお金出し合ってね、そういうノウハウなりなんなりとかね、やってやれないことは、そういう技術はないかって言ったらないこともないわけですよね。都会の真ん中にいたらそれは電気を作るのは難しいですよね。だけどもこうやってね、田舎に来ればいくらでも耕作放棄地があるし、敷地の一部を使ってね、自分たちで電力を作るっていうのはできない話ではないんですよね。ただそこには当然技術なりね、ユンボだとかいろんなその必要なものは自分たちで賄わなきゃいけないんでね。だからそういう意味では田舎にある程度根ざして生きてる人でないとそれは難しいっていうのはあるんですよ。ただできないとは思わないですよね。やりようはまだまだあるだろうと僕は思ってるんですけどね。よいしょ、はい、こんな感じですね。よいしょ、はい、これがツルナですね。空心菜、つるな、そして次がつるむらさきですね。よっこらせ、はい、このハウスの中もね、今はまだね、Tシャツ1枚でちょうどいいぐらいですけど、これが真夏になったら暑いですからね。今年トマトどうしようかなと思ってるんですよね。
トマトももちろん栽培するんですけどね、去年のようなあのポットでもいいんですけど、どんな感じにやろうかなと。一応ねここ全部こうやって防草シート貼ったのでね、やろうと思ったらできんこともないんですけど、あの6年目のねうちの研修生の6年目の彼が、トマトは彼はプロフェッショナルなんですよね。はい、何千株とかつてやったことがあるので、で彼のメインの作物はトマトなんでね、彼はオーガニックで液肥でやってるんですけどね、だからそのやり方をあの私もパクろうかなとかね、まあまあいくつか。残念ながらトマトというのはね、残念ながらというかね、トマトというのはもうあの路地でねどうのこうのというそういう野菜ではありませんので、はい、これでしばらく放っておきましょう。よいしょ、はいはい、ということで、さあもう夏野菜本番でございますね。夏野菜の種をまかんといかんわけですね。はい、今日は夏野菜の葉物ね、塩菜、つるまさき、モロヘイはないな、つるななどなどね、もう夏野菜の種まきがねバンバン入ってきて、これからガンガン植え付けということになりますね。待ったなしでございます。待ったなしの農繁期が来ました。はい、以上です。それではまた。